プレイステーションストア特別賞は2011年11月1日から2012年10月31日にプレイステーションストアで配信されたダウンロード専用タイトルの配信数上位5タイトルへ贈られます。本編無償タイトルは優勝追加コンテンツ及び優勝サービス加入アカウント数を対象としています。株式会社ドワンゴニコニコ。株式会社ソニーコンピューターエンターテインメント風の旅人。株式会社コナミデジタルエンターテインメント悪魔城ドラキュラハーモニーオブディスペア。株式会社バンダイナムコゲームス機動戦士ガンダムバトルオペレーション。株式会社カプコンジョジョの奇妙な冒険未来への遺産 HD バージョン。以上の5タイトルです。おめでとうございます。それではご登壇いただきましょう。株式会社キテラス代表取締役社長鈴木慎之介様。株式会社ソニーコンピューターエンターテインメントアソシエイトプロデューサー岩瀬直子様。株式会社コナミデジタルエンターテインメントプロデューサー五十嵐浩二様。株式会社 BB スタジオ制作プロデューサー大野聡様。株式会社カプコンプロデューサー新妻亮太様。受賞者の皆様おめでとうございます。それでは表彰に移ります。プレイステーションストア特別賞を受賞されました株式会社キテラス鈴木様に表彰状が贈られます。おめでとうございます。続きまして株式会社ソニーコンピューターエンターテインメント岩瀬様に贈られます。おめでとうございます。続きまして株式会社コナミデジタルエンターテインメント五十嵐様に贈られます。おめでとうございます。続きまして株式会社 BB スタジオ大野様に贈られます。おめでとうございます。最後に株式会社カプコン新妻様に贈られます。おめでとうございます。改めまして受賞者の皆様おめでとうございました。